行政法人日本スポーツ振興センターはスポーツ庁より女性アスリートの育成支援プロジェクト女性アスリートの戦略的強化支援プログラムを受託し平成28年度29年度の2年間にわたって女性アスリートの戦略的強化およびアスリート出身の女性エリートコーチを育成することを目的として女性アスリートの強化プログラムと女性エリートコーチ育成プログラムを実施しました。女性アスリート強化プログラムでは国内における国際レベルの競技大会や競い合いの機会が少ない女性アスリートに対して国際大会の機会を提供し女性アスリートが国際レベルでの大会の経験を契機にしてパフォーマンスを向上させていくことまたその大会がアスリート育成パスウェイと連携し強化戦略に資することを目的としています。また女性アスリートに特化した競技大会として幅広い知識経験を養うための教育機会や託児などの支援が行われる新たな競技大会の開発を目指しました。本プログラムは北海道日本ラグビーフットボール協会日本ハンドボール協会に再委託をし実施しました。自信持ってやっていこう。北海道知事杯2017女子セブンズラグビートーナメントではカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカを招いて国内8チームとトーナメントを行いました。国内クラブチームで活動する女性アスリートが日本代表レベルや国際大会で活躍するアスリートへと移行することを目指しました。沖縄セブンズではアメリカ、オーストラリア、フランス、オランダを招聘して日本代表候補選手の強化を図りました。今回、私たちとしては本当に海外の選手と肌を合わせてそもそもの違いっていうのを体感できたらいいなって思っていたので本当にこういう機会をいただけて感謝しています。1試合負けて1試合勝ったんですけど、いろんなチャンスがあったんですけどそれをものにできた時とできなかった時があるのでどんな状況でも自分の実力をしっかり出せるように練習していきたいなと思いました。やっぱり体も違うしスピードもあるのでタックルも低くしっかり入らなきゃいけないっていうのとしっかり取っていかなきゃいけないっていうのがやっぱり違うなと思います。非常にレベルの高い試合で私たちレフリーにとってもそうですしプレイヤーにとっても非常にいい機会だったなというふうに感じております。やはり海外のレフリーの方っていうのは私たちよりもよりラグビーに対しての熱い思いだったりとかあとは知識の部分っていうのが優れているなというふうに感じる部分がありました。なのでそこの部分を私たち日本人のレフリーでもできる限り海外のレフリーの人に追いつけるようにあとはそれ以上にラグビーに対して真摯に向き合っていけるようにっていうところを今後課題として持っていきたいなというふうに思っています。選手もいずれ引退を迎えたときに次のステージに向かうときにやっぱりそういったところで競技をしてきた選手が今いるその裾野の選手たちに指導できる環境っていうのができたらなと思いますのでそういった意味でもラグビーのスキルだけじゃなく引退した後のそのコーチングだったりっていうそういうところの教育とかももっともっとそういう機会があればいいなと思っています。日本ハンドボール協会は織姫トライアルゲームズにアンゴラ代表チームポーランド代表チームを招き代表チーム入りを目指す女性アスリートのさらなる強化を図りました。大会期間中は女性アスリートのコンディショニングに関する教育プログラムや国際ハンドボール連盟審判のモニカ・ハーゲン氏による大会運営カンファレンス、コーチカンファレンスが開催されアスリートのみならずコーチやスタッフの教育機会も提供しました。 JSC が主体となり実施したパラリンピック競技の女性アスリートを対象にしたプログラムでは車椅子バスケットボールをモデル競技としてカナダの選抜チームを招聘した強化合宿及び国際フレンドリーマッチを開催しました。6日間のプログラムには国際交流の機会やコンディショニング、栄養に関する教育プログラムを行いました。
また育児をしながら競技をする女性アスリートのために託児室を設置しました。あの先輩の選手からこういうのがあるっていうお話をいただいて、何泊もしてこう泊まりがけで行く場所も静岡県でっていうことを聞いたときに、あ、私は行けないし私にはこう、まあ、関係のないものかなと思ったんですけれども、初めはでももし託児とかのサービスをしてもらえるんであれば不安はありましたけど、やっぱり私もバスケがしたいのでぜひ参加したいですっていうふうにすぐに答えました。生まれてからずっとこの7ヶ月間毎日一緒にいて預けるっていうことが初めてなので、全く心が痛くないかというとやっぱりちょっと心配もありますし、まあ、少し申し訳ないかなっていう気持ちもあるんですけど、実際出産をされて育児をしながらプレーされてる選手の方もいらっしゃるので、私もそういう風になれたらいいなという思いで子供と一緒に私も頑張ろうと思ってます。栄養とコンディショニング、今回集まった選手は日本代表というより日本代表次の代表を目指す、まあ、若い選手、若手の選手、あるいは競技年数がちょっとまだ若い選手を中心に来ていただいてました。その今後代表を目指していくっていう目標を持った選手たちに、まずその海外の選手と戦うってどういうことかとか、自分たちの今がどれぐらい何が通用して何が通用しないかっていうのを、まあ、試すっていう機会として今回こういったキャンプを開いています。そのために今回のこういった機会のようなですね、代表に行く前の選手をきちんと育てるシステムっていうのがもっともっと必要かなというふうに思ってます。すごい点差で負けてしまったので、応援にたくさん来ていただいたのにすごく申し訳ないなっていうのと、やっぱりすごく悔しいっていうのが今の感想ではあります。私持ち点が1点なんですけど、同じ1点の選手でもすごい体がごつかったりとか、横に並んだら頭2つ違ったりとかするんですけど、そういう相手でもやっぱりこう 細かい動きとか運動量とか走るスピードとかが速かったら絶対勝てると思うので、大きくて もう勝つまで立ち向かっていきたいなとは思います。バスケに関しても生活面でもこういういろいろコミュニケーションを取りながら、いろんなお話しながら、みんなで高め合いながら、まあ、楽しく生活できたかなと思うので、こういうプログラムがまた開催されたらすごくいいなというふうに思います。Staying here is wonderful. I think it's a great experience to get the culture together with Canada and Japan. They won't come back to Japan 2020 in the Paralympics. Yeah, I'm training hard to become a member of Team Canada for Tokyo 2020. I think it'll be exciting to come to Tokyo. I'm excited, so it should be a good one. 今までこういった形で海外の国を来ていただいて、その1週間かけてですね、練習と試合を繰り返すっていう、そういう合宿をやっぱりやれてなかったので、本当に貴重な機会だったと思いますし、もう何より参加した選手がこれだけ変化してくるということは、間違いなくもうすでに成功と言えるでしょうし、こういった機会というのが、まあ、今後我々もそうですけど、他の競技も含めてもっともっと増えていくといいなというふうに思いました。初めてこういったプログラムに、まあ、合宿みたいなところに参加した選手が結構ほとんどなんですね。でその中でその国際大会という貴重な体験をしたってことは、まあ、その2020年以降もつながるような多分プログラムがあったのかなと思います。もう日に日に一日一日一つ一つ成長していく、そういったキャンプでした、ね。コーチ育成プログラムではアスリートとしての高い競技経験を有し、女性コーチのロールモデルとなり得るポテンシャルを有する女性コーチを育成することにより、女性アスリートの向上的な競技力強化に貢献することを目指しました。またこの取り組みを通して女性アスリートがコーチを目指す際のモデルとなるコーチ像を示すことを目的としています。本プログラムは日本サッカー協会、日本フェンシング協会、日本バスケットボール協会、全日本柔道連盟に再委託をして実施しました。
対象コーチの菅原千恵子さんはアスリートとしてフェンシング女子フルーレにおいて3度のオリンピックに出場し、ロンドンオリンピックで7位入賞の実績があります。現在はフェンシング日本代表女子ジュニアチームの指導を行っています。楠田香織さんはアスリートとしてアテネオリンピックをはじめ数々の国際大会で活躍した実績があります。現在は家庭と両立しながら共栄大学女子バスケットボール部の監督を務めています。今女性の活躍っていうのはよく言われてますけども、特にスポーツの世界っていうのはそれがまた遅れているあの世界なんですね。そういった意味で女性のコーチをしっかりと育成していく、で女性のコーチが活躍できる場をしっかり作っていく、それを日本スポーツ振興センターの方で率先してやっていきたいっていうのが一番の目的です。2012年ロンドン大会、2016年のリオデレイロ大会、この2つの大会で、まあ、出場する選手数自体は、まあ、オリンピックに関しては特に半分半分になってきているんです。でとはいえ、まあ、そこから、またあのコーチになっていく人の数が小学校に比べて、特にカナダやイギリスに比べて少ない。アスリートの先のキャリアですねという点で考えると、例えばイギリスっていうのは UK スポーツっていう組織があります。自分もナショナルチームの選手だった。でそこから、まあ、そこの競技団体の CEO になって、で UK スポーツの CEO になった、まあ、要するに女性がトップアスリートからトップの指導者、そして、組織の代表になってきてるんですね。そういう方をやっぱり育成していくっていう意味合いもありますし、その過程の中でトップアスリートからトップコーチっていうのもあるので、そういった意味では女性をさらに活躍する基盤を作っていくっていうことがものすごく重要だというふうに私たちは考えています。セカンドキャリア、つまりアスリートのキャリアを終えてからで次のフェーズに入ってセカンドキャリアだと思うんですけど、デュアルキャリアっていう考え方があって、2つのアスリートとしての道筋と人生の道筋を歩んでいく、そしてそれを歩みながらキャリアを変えていく、そこがセカンドキャリア、キャリアトランジションだと思うんですけど、まあ、その時に、そのアスリートの時からしっかりと将来を見据えていろんなことを、まあ、学べる場を作っていこうっていうのもこのプロジェクトの一つですね。本プログラムでは、スポーツコーチングにおける国際的枠組みにおいて提唱されているコーチングにおけるコンピテンシー領域を活用し、女性コーチの現状や課題を分析し、学習すべき領域を明らかにすることで、プラン、ドゥ、チェック、アクションという学びの PDCA サイクルが稼働する育成プログラムを開発しました。PDCA サイクルを稼働させるために学習についての計画を立案します。まず、現在の目標を達成するために必要な事柄を設定し、メンターとなる競技団体関係者と一緒に現状の分析、評価を行います。現状分析から抽出された課題を活動計画に落とし込んだものがアクションプランです。アクションプランに基づく活動は、高い競技水準での指導経験を積むための実践的な学習と、ライセンスや語学習得のための専門知識の獲得、アドバイザーの活用や育児サポートなどの活動支援の3つの要素から構成されます。育成プログラムの進捗やコーチらの学習による変容については、有識者によるインタビューで確認します。インタビューでは、コーチから、活動状況、コーチング哲学についてのプレゼンテーションを行い、そのプレゼンテーションに対する質疑応答、フィードバックを行います。育成プログラムの過程においては、第三者からのフィードバックを得て、アクションプランやそれに基づく取り組みの改善につなげます。インタビューによって得られた気づきをもとに、新たに始めること、続けて行うこと、改めることの3つについて振り返り、アクションプラン、および活動の改善を行います。例えば、まあ、選手に指導するだけでいいのかな、それがコーチかなと思ってたんですけども、それ以外のところでもいろいろ勉強しなきゃいけないこととかも多いなっていうふうにも思ってますし、そういうのはなんか改めて気づかされたとか、あとは自分がそうやってエリートコーチとしてこう今こう育成されてるっていう
のを、まあ、受けて、あ、まだまだ自分もこう伸びしろあるんだなっていうようなこともなんか考えるようになったのかなというふうに思います。やはり女性なので、まあ、あの出産とかもあると思うんですけど、で今フェンシングってなかなかその女性のコーチが育ってないというかいないので、そういった新たなこうセカンドキャリアを作っていくののこうロールモデルみたいな感じになれるといいのかなというふうには思ってます。やっぱ上から目線という言い方はこのプログラムと出会うまではあったのかなっていうのがすごくあったんですね。なんかこう指導してあげる方が偉いという言い方、私がこんだけその通勤であったりとか、まあ、子育てもしながら家庭も守りながらやってるのにあなたたちはこんなんでいいのっていう状態の気持ちだったんですけど、いやそれではいけないそうじゃない、私はそうじゃないんだなっていうところはやっぱり目覚めさせられたのかなって思いますね。コミュニケーションって自分で取ってるつもりがあったんですけど、今回こういうプログラムをやらさせてもらってやってるつもりだったんだっていうのがすごく分かったので、それは本当にありがたいなっていうふうに思いました。選手の時は自分のことだけをこう考えてやればいいなと思ってたんですけども、コーチになってからは自分がこういうふうに考えるのを選手にどうやってうまくこう伝えようとか、選手は今どういうふうなことを考えているんだとか、こう自分のことだけじゃなくて、まあ、それ以外のこともすごく考えなければいけないことが多くてすごく大変でした。オリンピックで入賞されているっていう実績を持っていらっしゃるので、自分もそういう選手になりたいなと思っていつも教えていただいています。やっぱり女子選手ならではの悩みっていうのが結構体の悩みだったりとかいうのが結構あるんですけど、そういうのは男性コーチには相談しづらいので菅原コーチがいてくれるとすごく助かってます。あとは自分の体調が悪かった時とか、こう向こうの方から気づいてくださったりとか、よく見てくださってるなと思います。選手としての実績が もちろんあるので、言うことは信憑性が高いというか、女性のその難しさというか気持ちのこう浮き沈みだったりか、あとまあ女性ホルモンの関係だったりとかっていうのは男性だけだと分からない部分がすごい多くてですね、で、まあ、菅原コーチにこういう時はどうなのかとか、選手ももちろん助かってると思うんですけども、コーチも助かってる部分がすごいあるので、すごい貴重な存在というか大切な存在となります。まず監督がいるからこのバスケ部に入りたいからこの大学に行こうっていうのが多分みんなほとんどだと思います。いつも私は息子よりもあなたたちの方が一緒にいる時間が長いから本当の子供みたいみたいな感じで言ってくださってるんですけど、多分息子さんと一緒にいたいっていう思いもあると思うんですけど、その自分たちを優先してくれるっていうところもすごく尊敬してます。うちの主人がすごく理解ある人なので海外遠征とかにも行かせてもらってたりもするんですけど、一緒にいる時間はそんなに多くないというか、まあ、遠征も結構多かったりするので、まあ、そういった時間とかもすごく大事にしたいなと思いますし、まあ、できれば子どもも、できればいいのかなとも思いますし、ただそのコーチをやったことで例えば結婚できなかったとか子供ができなかったとかっていうようなイメージは作りたくないので、できればそうですね、次の新しいコーチたちに本当につながるようなモデルでありたいんですけど、最終的にはそのオリンピックでやっぱり金メダル取る選手のコーチボックスに入ってて、取った瞬間にこう抱き合いたいっていうのは最終目標ではあるとは思うんですけど、今なんでしょう、もう夢のような状態なのでまだ目標にすらなってないところっていうのが、まあ、今現状で、まあ、ジュニアとかカデっていうクラスでまずは世界でメダルを取れるような選手を育てたいというか、世界でメダルを取るっていうような経験をさせてあげたいというか、そういったところから一歩一歩やっていけたらいいのかなと思うので、多分5年じゃ無理だと思うんで10年も厳しいと思うので、まあ、とりあえずできるところまで、はい、夢がそうですね、目標とかに変わるぐらいまではやりたいなと思います。
目指すものはもちろんトップの選手たちを私も見てみたい、自分がどう変わ、またそのトップの選手たちを見た時にどう変われるのか、どういうふうにできるのかっていうところも試していきたいので、トップの選手を見たいっていうところは一つ、はい、あります。このプロジェクトの大きな役割っていうのは、まあ、ここで作ったプログラムを、広くいろんな競技団体、そしていろんな組織で、できれば地域にもこのプログラムを、広く広めていきたいっていうのが私たちの考えです。要はですね、スポーツっていうのはものすごく社会に影響力があると思います。とはいえ、スポーツから社会に対して本当に今まで発信していたかっていうと、なかなかコアが本当に影響力を与えるものっていうのはなかったと思いますね。つまり夢と、勇気と希望を与えるってスポーツは言いますけど、それだけではなくて、スポーツからこの日本を変えるんだ、スポーツからアジアを、世界を変えるんだっていう意味では、女性の活躍促進を、創造する場をこのプロジェクトが新たに、発信していく、もしくは扉を開けていくんだっていう心構えでスタッフともども私たちやっていますので、主役はあくまでアスリートで、主役はあくまで学ぶコーチ、それを私たちがいろんな形で支えながら、で広く社会に女性の活躍の場を発信すると、同時に男性に女性のことを理解してもらい、また女性が男性のことを理解する、そうするとですね、おそらく、女性の活躍とか男性の活躍ではなくて、人としての活躍、アスリートとしての活躍という形になっていくことが一番の理想なのかなというふうに考えていますので、我々としてはこの事業を通じて、広く社会に働きかけていきたいというふうに思っています。